死運出産遺跡は、香川県三豊市拓馬町に所在する弥生時代中期、後半の高地性集落遺跡である。国の史跡に指定されている。本遺跡は、日内灘に突出する岬城の先端にそびえる、標高352メートルの死運出産山頂にあり、絶好の視野と眺望とに恵まれている。本遺跡の湿土遺物の種類は、 普通の集落跡における一通りのものが揃っており、その点では特殊性は認められない。したがって、死運出産遺跡は、棒取りで、見張り台、砲台というようなもののみによって成り立っている特殊な遺跡ではなく、軍事的、防御的性格を帯びた集落遺跡と考えられる。また、機内と密接な関係を保ちながら内海航路の監視の、 重要な拠点であった可能性も考えられる。本遺跡は、弥生時代中期の初め頃から始まって、出土遺物の量から判断して、中期も終わりに近づくにつれて、集落の規模が拡大し、人口も増加したらしいが、中期をもって終わっている。政治、社会の変革は、もはや不便な山頂に居住することを必要としなく、なったのであろう。そして、本遺跡の盗難 約2キロメートルの低地に、後ろ身の船越集落ができている。本遺跡から出土の石の矢尻や剣先が豊富な、事実と矢尻の重さから、弥生時代に、戦いがあったと、サハラは考えた。1947年4月、山頂での造園植樹中に土器が出土したのが、遺跡発見の端緒となった。1955年12月、小林幸男が調査することになった。 1957年8月までに第三次調査が行われ、中期前半の時、器、海は、数の性結合式釣り針、重魚骨を含む大型2枚貝、サザエを主体とする貝塚が出土している。また、1988年8月、資料館建設に伴う発掘調査で、2.83.2メートルの円形縦穴重巨子一機、一辺2.5メートル、一件、 四方の高い床倉庫一基が検出された。住居跡は朝鮮半島の松木久里との関係が注目される。さらに2016年には大型掘立柱建物の遺構が検出されており、本遺跡が瀬戸内海の交通の監視を意図した可能性を高めている。本遺跡出土の石器の量は、優に機内の大遺跡のそれに匹敵する。 弥生時代前期の打生石族は精一性を持ち、九州から伊勢湾沿岸に至りまでの各地域で共通した形式であり、大き無形式と平はじめ無形式とが絶対多数を占めている。弥生時代中期の打生石器は、戸月き無形式と戸月き有形式との2形式が多数を占めるようになった。前者の出現期は中期はめに遡り、後者のそれは、 中期中央が上限である。そして、中期後半には、先の二形式が、打声石器の約9割を占めるようになった。本遺跡の湿度の打声石族も、突起式の有形、武器の2形式が大多数を占めるようになった。それは、機内地方からの影響を考えられる。同じ香川県でも、より機内に近い東部において、突起式群の占める割合が大きい。 石族の形式と長さ、重さとの関係は次の通りである。王、平はじめ式群の長さ3センチメートル未満、重さ2グラム未満、と月き式群は長さ3センチメートル以上、重さ2グラム以上のものが、それぞれ大多数を占めている。この関係は、弥生時代前期の北九州から、伊勢湾に至る各地域の打声石族についても言えることであり。 弥生時代中期の機内や中部瀬戸内地域の打製石族についても言えることである。本遺跡についても当てはまることである。これらの石族の機能は、王、平はじめ式群の石族の元橋は獲物を傷つけることに有効な働きをし、戸月き式群の石族はおそらく深く突き刺さることを目的としたものである。ありがとうございます。